ちゃうから下に2ミリ切ってみて。スイカタイムです。このいっちゃんおいしいとか食べようかな。うまっ、おいしい。これ全部20日の分です。みんなにはあげません。スイカに塩はかけない派。私はよく冷えてますわ。うまっ。こんばんは。美味しいよ。うまい。うますぎ。うますぎる。今日はジョンマイラブ二次公演。砂糖かける人もいるんだ。スイカは買いました。丸食いってどういうこと？独占じゃないけどたくさん食べてる。おお、デリシャス。スイカジュース。そう、エイムのスイカは甘くて美味しい。エイムは基本何でも美味しいからね。種が邪魔です。こうね、壁を削り取ってこの大量なスイカを食べてます。I eat watermelon 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 食べてます。なあ、
今日の演技うまかった、やった。イエーイ、わさびさん、イエーイ、ありがとう。今日の配信は24時までアーカイブ購入できるので、ぜひぜひ。高野さん、ありがとう。ひるぎさん、ありがとう。こちらは晴れです。高野さん、ありがとう。食べて食べて、レッツイートイートして。だから初恋は小学校6年生って言ってるじゃん、前から言ってるじゃん。私が最初で最後かな、好きになった人は。それから人を好きになったことないな。うん。あら、花火大会いるの、いいな。スイカベイビー、世界で一番。髪の毛になってないかな。にまにまいてスイカ生えました。かな、こっちは雷になってないの、こっちは晴れです。愛媛県は晴れです。雷は鳴ってません。雨も降ってません。東京は今台風らしいね。うまい。エナナペアットマーク、ユエスさん、ありがとう。こんなに大きいスイカをペロリと食べてしまう私の胃袋が怖いよ。糖度いくつだろうね。うん。なんて美味しいの？見て、もうこんだけしかない。これ多分どんくらいあるかな。めっちゃでっかいスイカだったんだけど、さん、ありがとう。これ何、くまちゃんのなんか何持ってんの、これ見た。ありがとう、くまちゃんだ、ありがとう。えなんで嬉しい、ありがとうね。どうして、理由が知りたいわ。ハッピーさん、ありがとう。ケプー、プー、うん、楽しかったわ、ありがとう。ギタクマ、ギタクマ、ノーさん、にがいえい。あと2公演だよね。ちょ、マイラブがあと2公演か。明日行く？待ってる。
スイクロウ。これだ、よ、な、なんだろう、8分の1かな、これ。8分の1くらい。最後まで楽しもうね。아한세미르한세미르제もっと大きいかな。うん、今年何度目のスイカかな、覚えてないな。今年は結構いつもよりは食べれてるスイカ。黄色いスイカもある。止まんねえぜ。うますぎだぜ。止まんねえぜ。スイカ。昨日はこのスイカの倍の倍くらい食べたんだよね、昨日。ペルビアンペルビアン。ペルビアン。手洗いみたい。やっぱりスイカは残りは後で食べよう。テレビアン。まかおいしかった。あら、うちは気づかなかった。え、気づい、え、右の方にいる人違うか。右の方にいた。なんかうちは見た気がするけど、黄色の。また明日来る、明後日来る。
こんばんは。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。時を止める魔法さよならの手前でずっと思い出をたどりつつ、先生役いく？じゃあまたリベンジしよう。携帯に残したことを伝えたい。愛の数だけさよならば、来ることは知って ね、小原さんが言ってた冷やし温泉って何？ただの水風呂じゃねってずっと思ってんだけど。小原さんが愛媛の自慢をしましょうっていうコーナーで、愛媛には冷やし温泉があるって言ってたんだけど、冷やし温泉ってただの水風呂じゃねー。寒っ。スイカが冷たかったから。いろいろとやらなきゃいけないことがあるな。7時前くらいか。リラックの温泉は入ったことありますよ。冷たい水の温泉ね。冷たい水の温泉、水風呂がただの水だったから、冷やし温泉は温泉なんだけど水、その温泉なんだけど水ではなくて温泉だけど冷えてるみたいな感じかってこと？ルミちゃんの配信は終わったの？ってこと？終わったの？そっか。みんな浮気か。トッポギ？ああ。あと2回か。悲しいな。すごく悲しいです。あと2公演だけど、どんな感じ？すごく悲しい。悲しい感じです。どんな感じって言われたら悲しい感じです。はい、痛いっす。ちょっと疲れちゃったかな、今日は。ちょっと千秋楽まで準備しないといけないものがあってさ、それやらないといけないわ。楽しかったな。楽しかったな、愛媛。4月、3月の終わりに来て、もう8月だからね。
4期はカジさんと翔太さんと誠さんと小原さんが残る。それ以外はいなくなっちゃうかな。小原さんは残る。万次郎と舞踊と源之進さんと下男門弟役の山内誠さんが残って、それ以外はみんな変わります。はい、まず女子楽屋はみんな変わるから、私おてっちゃんも、まあ、私も、まあでも言ってるんちゃんとかさやりんが出るんだけど、私も今の千秋楽だけで言うと私もおきくちゃんやってるしおりさんも、女中お国さん、かえさんも、女中役をやってるおまちゃんとおさとちゃんをやってるはずきさんもりんつーさんも長妻りんさんもみんな変わるかな。女の子は、女子はみんな変わるで、男性は4人だけ残って、あとはみんな変わるね。柳瀬さんも変わるし、宇多田ファンで推しの宇多田ファンの中で人気な湯本さんも変わりますね。竹蔵役をやってる湯本さんも変わるし、渡るさんも変わるし、竹迫さんも変わるし、直哉さんも変わるし、天野さんも変わるし、唐木さんも変わるし、そうそう結構変わるかな。そう、湯本さんの、そうですね、美しいお尻を見たい方も、あの千秋楽までに来てくださいね。もう湯本さんも終わっちゃうので。ね、違う人のね、想像つかないけど、きっと素敵な公演になると思います。4期も5期も。私も明後日で千秋楽を迎えるんですけど、いや、やっぱ寂しいなと思うのってね、やっぱみんなに会えなくなるのもそうだし、この愛媛の場所が、愛媛のこの愛媛っていう場所から離れることもすごく寂しいし、復活した人もいますね。ルンちゃんとかも復活だし、カエさんも1期で出て、2期いなくて3期出てるし、いや、やめて。でも基本みんな戻ってくるのは少ないかな。基本的にみんな亡くなっちゃうんじゃない、亡くなったり戻ってきた人はほんと数人だから、私はもう3期で終わりかな、千秋楽かな。なので皆さんも悔いの内容をぜひ3期千秋楽見に来てくれたら嬉しいです。明後日です。まあ満席は難しいのかもしれないんですけど、たくさんの人がいっぱいいてくれたら嬉しいなと思います。そう、平日なんですよね、月曜日。そんな感じですかね。明日も二次公演があるので頑張りたいと思ってます。ちょっとやることがたくさんありすぎるので、ここら辺でね、配信は終わりにしようと思いますけれども、皆様大丈夫ですか？終わって質問はございませんか？終わっちゃいますよ、終わっちゃうけど大丈夫？ない？質問とか、大丈夫かな。じゃあ千秋楽に向けた意気込みを、はい、あ
と2日で千秋楽ということで8月の15日で千秋楽を迎えるんですけど、まあ、特に普段と変わらず、なんか千秋楽だから頑張るってこともなく、いつも通り全力で頑張れたらいいなと思うんですけど、そうですね、頑張りつつ坊ちゃん劇場に最後に立つと立つせ、まあ、またいつかで坊ちゃん劇場も行きたいですけれども、一旦最後の坊ちゃん劇場ということで、坊ちゃん劇場のこのステージで立てる見る風景を忘れないように目に焼き付けていきたいなと思うし、まず無事千秋楽がね開催されることを祈ってって感じですよね。はい、ヌリアトモキユさんありがおはんなということで、ハッツの次の舞台は特に決まってはございません。なので最後こう今んとこ決まってる中では最後の舞台なので、最後っていうのは次の予定がないから一旦この舞台が最後になっちゃうから、今のところの予定だと、だから見に来てねみんな。ありがとうマクユウさん、ありがお花。じゃあランキング見たいと思います。13位、カネッチャットマク、あ何これかわいい、このシーチアンって方の猫かわいい、カネッチャットマクリランチさん、カネッチさんありがとうございます。12位シーチアンさん、シーチアンさんありがとうございます。11位マッスンさん、マッスンさんありがとうございます。10位チマさん、チマさんありがとうございます、ありがとうございます。9位大ちゃんとマクユーフ、二次元は裏切らないさん、大ちゃんさんありがとうございます。8位わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます、ありがとうございます。7位まさかざとマクウフさん、まさかずさんありがとうございます、ありがとうございます。6位マリモさん、マリモさんありがとうございます、ありがとうございます。5位高菜をあとマーク、うただん、うただん初方 UF、 うただ旋風巻き起こしさん、高菜をさんありがとうございます、ありがとうございます。4位エースのワンペアあとマーク UF さん、エースのワンペアさんありがとうございます、ありがとうございます。3位スノーさん、スノーさん、スノーさんありがとうございます、ありがとうございます。そして2位はスーアットマーク松山まつりさん、スーさんありがとうございます、スーさんありがとうございます。そして1位はヒーラーユットマーク、今日は最高に楽しかったよ、ゆっくり休んで千秋楽迎えよう、イエーイ迎えましょうということで、健康大事、スーさんもありがくまちゃんタワーありがとう、ギャラリーン最後まで楽しんでいきたいと思います。それでは皆様明日も頑張ってくるので、ぜひ見に来てください。おやすみ、おやはっつ、バイバイ。